週1から通称 OK。 こんにちは、アイワークスの今井です。本日は利用料や交通費、賃金などお金のことについて簡単にではありますがご説明していきたいと思います。まずは利用料についてです。就労移行支援の自己負担月額は前年の世帯収入に応じて変わってきます。世帯収入の範囲は本人と配偶者の金額の合計で、親の収入は換算されません。こちらの表をご覧ください。生活保護受給世帯の場合は0円、3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯の場合は0円。入所施設利用者、こちら20歳以上の方です。グループホーム、ケアホーム利用者を除いた収入がおおむね600万円以下の市町村民税課税世帯の場合は9300円、上記以外の場合は37200円。先ほど除外しました入所施設利用者、20歳以上の方、グループホーム、ケアホームを利用されている方はこちらに含まれます。その他条件によって減免がありますので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。ちなみにですね、 iWorks は9割の方が無料で通所されています。続いては交通費についてです。原則として交通費は自己負担となっております。地域によっては一定の基準を満たす方を対象に交通費の助成金を出していますので、こちらも詳しくはお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせいただければなと思います。ちなみに iWorks のある明石市と神戸市、隣接する加古川市は助成金があります。詳しくは以前配信しました動画の中でお伝えしておりますので、そちらをご覧ください。最後に工賃、賃金についてです。 A 型や B 型と違って就労移行支援事業所は原則として工賃、賃金の支給はありません。なぜかと言いますと、就労移行支援事業所は就労のためのサポートや訓練を受けることを目的としています。働く場所ではないので支払われないんですね。はい、今日はここまでざっくりですがご説明してきました。 iWorks は見学体験随時募集中です。お気軽にご相談ください。ご連絡お待ちしております。ありがとうございました。